やがて来る力をなくした世界、それは無へとただ向かうだけ。ならばその世界を救うため、その身を母の宿りへと返そう。世界はまた生まれるため、死んでいかなければならない。これが古き予言書にあった最後の救いの道。世界はその罪で滅び、人は皆消えていく。でも君にはそうなってほしくないの。私はあなたの命をとどめておきたい。そのためには君の名前が必要なの。さあ君の名を言って。うん、そう、君はこれで滅びの時にもあなたは生きる力を失わないはず。それを信じて強く生きて。今はわからないかもしれない。でもここで聞いたことは決して忘れないで。そして私は次の世界を育むものとしてあるの。やがて来る世界を作るのが私の役目。さあ私の名も呼んでみて。そう、私の名前は、ああ、私はもう世界の終わりにも涙を流すことはないでしょう。でも私は次に生まれる世界でも君を見ていたいと思っているわ。さあ起きて、もう時間よ。やめなさい。うん。ほんの彼一人をなぜ見逃してあげられないの。この程度のことで計画は揺るがないはずよ。ことの大小ではありませんよ。私は計画に例外を許すつもりはない。彼を助けてくれないなら私はもうあなたに協力しません。困った巫女だ。まあ教え子の面倒は教師に任せるとしましょう。今すぐ部屋を出て行ってください。私はこの幸福な終わりを一人静かに迎えたいのですよ。屋上で待っているわ。あそこなら町がよく見渡せる。その目で確かめにいらっしゃい。これから世界に起こる出来事を。来たのね。さっきは間に合ってよかった。君が悪魔にやられなくて。あの人の氷川の話を君も聞いたでしょ。間もなくこの世界は混沌に沈むの。それが呪胎
人がかつて経験したことのない世界の転生よ。今この病院にいない人間はみんな命の明かりを落としてしまうわ。こんなやり方、きっと誰も許しはしないでしょうね。でも今のまま老いた世界を生きながらえさせても、いずれ力を失ってしまう。世界はまた生まれるため、死んでいかなければならない。その罪を背負うのは私だけど、後悔はしていないわ。最後に決まった運命で君はここにたどり着いた。これで君は受胎を生き残るわ。でも、もしかしたらそれは死よりずっと辛いことかもしれない。だけど、私は君を信じてる。ねえ、私に会いに来て。たとえ世界がどんな姿に変わっても、私が力になってあげる。これから訪れる世界で私は巫女として創生の中心をなす。きっと君に道を示してあげられるわ。わかってる。理解できないことだらけよね。でも今はもう時間がないの。いい？もし君が自分の力で私のもとへたどり着いたなら、その時には教えてあげる。すべての疑問の答えを。そして、私の本当の心の内を。我が世界へ入りたる者へよ、お前の心を見せよ。おお、お前の心には何もない。断りの芽生えすらない。それではできない。世界を創造する者とはなり得ない。行け。そして探すがよい。お前は何者かにならねばならぬ。
奴らいつまで閉じ込めとくつもりだよ。聞いたよ。お前、決闘裁判で勝って自由の身だってな。俺の方はこの通りさ。ただすぐに殺すつもりはないらしい。しばらくは無理せず逃げ出すチャンスを伺うよ。体も痛むしな。そうだ、それより先生だよ。俺聞いたんだよ。ニヒロ機構に巫女がいるって聞いたことあるだろう。あれ先生なんだ。しかもじっとしてる場合じゃねえんだ。マントラの奴らもうすぐニヒロ機構に攻め入るらしいんだよ。先生捕まったらやられちゃうよ。頼むよ、マントラがニヒロを攻めたら先生を助け出してくれ。今のお前の力ならできない話じゃないだろう。俺にはできないから頼むよな。その身に性がみなぎったであろう。これが我の力ぞ。今後とも我に尽くせばさらなる力を授けようぞ。どうじゃ、これなら我がマントラに使えること依存あるまい。お前も欲深いやつよの。この程度の魔が付きではというか。まあいい、その底なしの欲望も悪魔なれば頼もしい限り、我に使えずとも良い働きをしてくれるだろうて。だが逆らうような真似はするなよ。その時には分かっておるな。大体の事情は把握してる。マントラ軍、いい時に襲撃してくれたもんだ。おかげで俺も目立たずに来られた。なあ、まさかとは思うが、お前がマントラ軍に着いたって話は本当か？そうか、やはりただの噂か。お前が力に目覚めたのならそんなことがあるかもしれんとは思いはしたんだがな。わかるかね、世界中の魔月日の流れを支配し全てを我が手に集めるシステム。ここの設備など比較にならぬ力だ。まずはマントラ軍、彼らの本営池袋を目標とした。かの地の魔月日は消え失せる。マントラはたちまち朽ちゆくだろう。そうそう、このシステムは彼女を媒体として動いている。彼女は実に役立っているよ。さすがは創世の巫女といったところか。先生のことが心配かね。残念ながら彼女はここにはいない。君と再び会うことはもうなかろう。今の彼女は創世を支える巫女、それ以外ではないのだからな。
選択せよ。声は私にそう教えたわ。もう世界は不要な存在を求めてないのよ、きっと。だから私は作ろうと思うの。強いもの、優秀なものだけによって築かれた楽園を、よすがの世界をね。この世界で勝ち残ってきた君ならわかるよね。残念ね。あなたならきっと理解してくれるって思ったんだけど。でも私、この考えだけは曲げられないわ。帰ってきたんだろ。先生、連れて帰れなかったか。お前でもダメか。その悪魔の力に結構期待してたんだけどな。マントラは崩壊して、これからはニヒロが力を伸ばしていく一方、先生はどこにいるかもわからないまま、こんな世界でうろうろと何やってるんだろうな俺たち。こうなったらあいつにかけてみるしかねえかな。噂で聞いたんだ、すげえ真似方がいるんだよ。そいつは先のことが何でもわかるやつで、マントラ軍の崩壊も予言してたらしい。そいつに聞けば先生のこととかこれからのこととかつかめるかも。マントラはそいつを捕まえて補修所にぶち込んだって話が最後だから、今もそこにいるんだと思う。俺、そいつを探しに歌舞伎町へ行くよ。どこにいたって危険には違いないんだ。俺は可能性のある方へ行くぜ。じゃあな。なんだ、お前かよ。今頃何しに来たんだよ。助けに来たつもりなのか。ふっ、おっせえっての。別に謝ってもらいたくもないね。何かが変わるわけじゃないし、もうお前とか先生とか当てにしねえし、関係ねえよ。ありがとう。なぜだかわからないけど、君が助けてくれる気がしてた。おかしいわね。私、君が困った時には力を貸してあげるなんて言ってたけど、助けられたのは自分の方。私には何の力もないわ。世界を思う通りに動かすどころか、自分のことさえままならない。そう、氷川にいいように使われるだけの巫女よ。次の世界の中心になっていただくとか言われて欺かれて、結局単なる魔月日集めの道具にされていた。
確かに呪胎で世界は混沌に沈み、生まれ変わろうとしている。私はそれに手を貸したわ。でも私の望んだ世界なんて、このままじゃできそうもない。私の思い描いていたような、人が生きる力と理想を取り戻した世界は、私ね、前の世界が好きではなかったの。安らぎばかり求めるみんなの無責任でわがままな振る舞いがとっても嫌だった。誰も気づいてないの。それは幸福なんかじゃなく、ただ怠惰になってるだけ。競い合うこととか強くなることとか誰も求めないし、必要もなくなっていた。だから私は思ってたの。きっと私たちはこのまま力をなくしていなくなってしまうんだって。そんなだったから氷川なんかに利用されてしまったのね。でも全てが終わったわけではないのよ。まだ創生はその途中。次の形は決められていない。私はここで私の神を知ったの。それは氷川も知らない。ここの魔月日の力で呼ばれた神よ。その神がきっと私に創生の断りを授けてくれる。自由という名の愚か者よ。お前はその光のもと、すべての許しを得るだろう。我が名はアラディア。アマラの果てより来た。自由をもたらすが我が使命。いかなるものをも解き放とうぞ。自らを良しとすれば、世界には光が戻る。また闇に戻る。男よ、創生へ向かえ。何時もまた一つの世界なり。従うな、自らを良しとせよ。今は力を失いし女も、やがてそれを取り戻そう。さすれば創生の道へと踏み出そう。我はそれを導かん。男よ、世界を巡り見よ。何時の創生はそこより始まろう。みんな俺なんかどうでもいいと思ってる。そして俺もみんなを。だがそれは悪いことでも悲しいことでもない。自分の世界の真ん中にいられるのは結局自分一人。そうだろう。だから誰しもが一つずつ自分の世界を作っていけばいいのさ。そうさ、これが俺が手に入れた断りの結びの断りなんだ。お前もそう思うだろう。自分だけの世界が作れればいいって。
やっぱり分からんか。ま、人間で亡くなったお前にはどうでもいいことなのかもな。俺は自分の正しさを結びの世界を作って証明するさ。お前も一人になってみるんだな。人は世界のために尽くす存在であるべきなのだ。それがひいては人自身の安息をも約束する。何を求めるべきであり、何を求めてはいけないのか、その線を定めるのは人ではない、世界だ。人はただ世界を照らす信号台であればいい。穏やかに回り明滅し、世界の意志の一部となる。それが最善にして最高のなりわいなのだ。そうは思わないかね。世界はただ静寂であればよいのだと。所詮は君もただの悪魔か。我が理想、理解できるはずもなかったようだな。久しぶり。やっぱり来たわね。君もここに起こっている異変の話を聞いてきたんでしょ。ここにもまた世界を変えそうな力があるものね。助けてもらった後、突然消えたりしてごめんなさい。だけどあれは私の神がしたことで、どうしようもなかったの。オベリスクで氷川に使われて、私は随分力を失ってしまったわ。でも君が助けてくれて、私の神が守ってくれて、だいぶ良くなってきてるの。もう氷川が来たって私を思う通りにはできないはずよ。氷川には世界を作らせないわ。彼が作り出すのは乱れなく時間を紡ぐだけの世界。いえ、世界とも呼べない。力をなくした空間よ。世界の生まれ変わりがそんな姿だなんて許すわけにはいかないわ。私には世界を作る責任があるわ。世界を生まれ変わらせた者として、このまま混沌の世界にしておいても、氷川に世界を作らせてもいけないの。でも今の私には創生のための断りがないの。神が降りて助けてはくれたけど、まだ断りを授けてはくれない。ここで起こっている異変のことだけど、それはここにあるヤヒロのヒモロギのせいで起こってるの。ヤヒロのヒモロギは魔月日豊かな霊石で、持つ者に加護を与えるらしいわ。そのことが知れ渡って、いろんなものが来ては奪い合いをしてるの。私は霊石の持つ魔月日より、そのもう一つの力、神を操れる力が欲しいの。それがあれば、私の神も私に断りを授けてくれると思うから。今ヤヒロのヒモロギは何者かの手の中にあるわ。はっきりとはわからないけど、何かとても禍々しい力よ。そう、今の私にはとても勝てそうにない強く邪悪な力。でも
君だったらできると思うの。霊石の魔月碑の力は君にあげるわ。でも霊石自体は私にもらえないかしら。お願い、ヤヒロのひもろぎを取ってきて。よかった。それじゃあお願いするわ。公園の中へは入れなかったでしょ。これを使って。私が前から持ってたものよ。それじゃあお願いね。お帰りなさい。邪悪な気配が消えていくのを感じたわ。ヤヒロのひもろぎ、手に入れてくれたみたいね。もう魔月碑は使われてしまってたの。約束してた通り、これは私がもらってもいいわよね。これで私の世界に近づける。私の神がきっと私に断りを。自由とは奈落を見る崖なり、死の影の谷なり。行く先には墓の勝利が待ち受ける。男よ、我は汝の心を見る。自由という名の愚か者よ、お前はその名のために病を担い、痛みを負い、果てぬあざけりを受ける。恐れるか患いを、恐れるか恥ずかしめを。自由という名の愚か者よ、お前はその名のために友の背きに打たれ、幾度もいなまれ、暗い敗北に包まれるであろう。恐れるか欺きを、恐れるか災いを。男よ、世界を巡り見よ。あまたの力が己が世界を作らんとしておる。それを知らずして、汝の世界はあらず。競い、また共にし、汝の世界は生まれてこよう。かかる時も、おお、池袋に力が現れんとしておる。我もまた作り主たる力にならん。女と共に自らを良しとせよ。これ我の真なり。アラディアの神、まだ断りを授けてはくれないのね。何かが私には足りないのか。私、行くわね。ここにいても世界は作れないし、どんな世界が作られようとしてるのか、誰が作ろうとしているのか、私もしっかり見ないと。ありがとうね。また会いましょう。
あなたはまだ分かっていないのか。自由とは名ばかりの欲望こそが世界を堕落させたのだ。自由、可能性、本気で信じているならなぜ創生など望む。かつての世界にうんざりするほどあったはずだ。なぜ元の世界で成し得なかったのかね。それは生徒を送り込んだのもそうだ。何を期待していたのかね。自分ができないことを彼らがやってくれるとでも。それとも同じ挫折を味わわせてみたかったか。なぜあなたが断りを開けないかわかるかね。あなたはただ逃げ出したかったのだ。あなたは本当は自由なんか信じていないんじゃないかね。人の子よ、そなたが獅子島を望むのもまた自由なのだ。その姿、ことがみアラディアか。お前が彼女についた神だったとはな。だがこの結界の中では何もできまい。おとなしく我が守護の降臨を見ているんだな。私は行かない、行かないわ。氷川を止めないと元の世界も新たな世界も死んでしまう。女よ、かの地にてまたんや。希望こそかの地への道なり。哀れな人だ。偽神に騙され最後には捨てられたか。まもなくこの空間は虚無に飲まれる。せめて神への生贄となり己が役目を果たすがいい。誰だ。ほう、人知らが我が結界に入っていたか。何を思ってここまで来たのか知らんが、私は君と争おうとは思わん。おとなしくそこで見ていたまえ。君には失望したよ。女の誘惑に落ちるとはな。今まで泳がしてきたが、どうやら消えてもらった方が良さそうだ。我が忠実なる下僕サマエルが君を始末してくれるよ。サマエルもただの時間稼ぎか。大した化け物だよ君は。だがもう遅い。我が守護の降臨は止められん。
虚無の神、アーリマンの力、神の導きにて我は作る新たなる世界を、静寂なる王国を、永遠なる繁栄をなす我が力のみと知れ。ああ、君、もうここでは可能性の目は摘まれてしまったわ。けれどここではないどこかにきっと自由の世界はあるはず。私にはできなかったけれど、あなたなら自分の意志で進めると思う。これを使ってあなたの意志で世界を作るのよ。アマラ神殿、アマラ神殿に急いで。これがきっとカグツチへの道を開いてくれるはず。創生のための最後の場所へ。あなたが望むなら、あなたの望む姿の自由な世界もできるはずよ。我が元への道はついに開かれるか。汝が自制し、ヤヒロの日頃には、強き者には創生への階段となり、弱き者には追試の牢台となる。政治はその中にある。己が意志を決めたなら中に入れない。
我が塔を登らんとする者よ、光の中へ入りたい者よ、お前の心を見せよ。おお、お前の心の内は見えず、何し何者なのか、我が意にかなうものなりか、恐れなくば三つの宝の玉を手に我が元まで来るがよい。おお、お前がここにたどり着こうとは、何故にお前が選ばれたのか、定めにかなわぬ心を持つお前、名もない断りのお前が、お前が心に望みたりは未来の定まらぬ自由なる国。おお、お前は世界の過ちに学ぶことなく自由を求めるというのか。王になる意志はかつての世界に自由を与えた。そしてさらなる高みに登ることを願った。だが自由はその絵に背き、悪を生み闇を起こし破滅を呼んだのだ。自由とは災いの種、それがもたらすは滅びのみ。我は許さぬ、滅びのための世界など。我が力を与えるは断り定かなる完全なる創生のみぞ。かつての人の子よ、お前は自由に溺れた、あの天使が落ちた時のように。消えよ悪魔、我が怒りの光にてその存在を終えよ。愚かな、断りなく我が力を解放したとて何の救いがあろうか。お前はまた新たな苦しみの国を生み出すのだ。おお、悪魔よ、人よ、
おい、聞いているのか？そろそろ行こうぜ。あんまり待たせるとあいつ怒るぞ。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私の方は随分と良くなりました。もうすぐ退院できそうです。私の迷いでみんなを困らせてしまったわね。だけどそれを乗り越えてくれて私も救われたわ。あの時はとても世界が悲しく見えていたわ。だけどそれは自分も悲しかったからね。今はもう切り替えができてるわ。自分を変えて生きていくつもりです。どんな世界でも諦めることなく自分を信じて。いろいろ書いたけど、こんなことはきっともう君にも分かってるわよね。今、みんながこの世界にいられるのは、あなたのおかげね。ありがとう。